はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回はグレイルで5000円以内で全身コーデをしてみたので、そちらをご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで今回はグレイルでお買い物をしました。結構グレイルも安くて可愛いっていう風に人気なので、リクエストとかでもグレイルでコーデ何円コーデしてほしいですっていうのが多かったので、今回買ってみました。では紹介していきます。で、今回紹介する商品なんですけど、最後に全身コーデで着た感じをご紹介できたらなと思います。開けていきます。はい、まず一つ目がじゃん、こちらのアウターになります。はい、こんな感じのアウターになるんですけど、これが税込みで1499円でした。もうアウターが1000円台で買えるっていう、本当に破格すぎるサイトなので、すごくね、学生さんとかにも人気で、とてもおすすめです。なんか今年流行ってるような、ちょっとモコモコしたような感じのアウターになっています。ちょっと丈が長めなので、お尻とかも隠れるぐらいの長さかなとは思います。ではじゃんじゃんいきますよ。2つ目がじゃん、こちらになります。はい、こんな感じです。これが税込みで999円でした。これも1000円以内で買えてしまうというね、本当にお安いです。結構なんかフリフリな感じで、ちょっと今回は私いつもとなんかイメージが違ったような、ちょっと女の子らしい服装にしてみたんですけど、これ結構見てても可愛いなと思って、いろんな色があったと思うんですけど、私はグリーンにしました。袖のところもちょっとクシュってなってるような感じです。はい、では3つ目こちらです。はい、こちらのスカートになります。結構これもさっきのこのブラウスと似たような素材になっていて、ちょっとシフォンっぽい感じかなになってます。ちょっとシワになりそうな気はします。これが税込みで799円でした。私はちなみにキャメルという色を買いました。これはね、タイトスカートになっていて、で後ろにちょっとスリットが入っています。はい、で4つ目こちらになります。はい、こんな感じの靴になってます。サイド側のショートブーツになってます。でちょっとつま先が結構とんがってるような感じなので、甘すぎず結構辛口なコーデでもいけるかなという気がします。でこれが税込みで1599円でした。これもめちゃくちゃ安いですよね。シューズが1000円台で買えるのってなかなかないと思うので、しかも今季流行りの感じのブーツなので、すごくおすすめです。で私ちなみに足がとてもでかくって 25cm あるんですけど、グレイルは大体が 24.5 までなんですけど、これは25までありました。ちょっと25までっていうことで、なかなかちょっとシューズとかも限られてくるんですけど、このいいシューズがあったので、しかも1599円だったので、すごくお得です。結構ね、グレイルのシューズは何足か持ってるんですけど、どれも履きやすいのでとてもおすすめです。はい、ということで今ご紹介した4点で全部で4896円でした。はい、見事5000円以内で全身コーデができました。はい、でちょっとここで付け足しなんですけど、全身コーデって言ったらやっぱり出かけれるようにしたいじゃないですか。でもちろんこれでもね、出かけれるんですけど、まあ、出かける時にはバッグが必要だったり、まあ、プラスでアクセサリーが必要だったりするじゃないですか。でちょっと今回5000円でそのバッグもアクセサリーもっていうのは無理だったんですけど、トータルで6000円以内でアクセサリーもバッグもゲットできたので、ちょっとそれもご紹介していこうかなと思います。サイト自体も5000円以上買えば送料無料だったりしたので、今私がご紹介したこの全部の4点だけだと、まあ、5000円いかないので、ちょっとまあ多めに買ってもいいんじゃないかなとは思って今回買いました。2つあるんですけど紹介していきます。まずアクセサリーからいきます。じゃん、こんな感じになってます。じゃんじゃんじゃん、こんな感じです。結構大ぶりなイヤリングになってます。あ、私ピアス開いてないのでイヤリングなんですけど、ピアスももちろんたくさんありました。イヤリングの方が種類が少なかったかなと思うんですけど、その中でも可愛い感じのを選んでみました。こちらが500円でした。こんな感じで黒のファーがついていて、下にパールがぶら下がっています。結構ね、大ぶりなのでこれつけてると
インパクトがあっていいんじゃないかなと思います。はい、ラストがこちらになります。はい、こんな感じのショルダーバッグになっております。見えますかね、ちょっと黒で申し訳ないです。はい、これはファーみたいになっていて、すごくモコモコした素材になってます。でチェーンもついてるんですけど、チェーンはどっちとも取り外し可能なので、クラッチバッグとしても持てるし、ショルダーバッグとしても使えます。でチェーンはゴールドになってます。これもこんな感じで中たくさん入るようになってます。で内ポケットもねついているので、すごくいいなと思いました。でこれが税込みで699円でした。まあ、ちょっと699円ということなので、少しまあチャッチー感じはするんですけど、それでも結構チャックの方は割としっかりしているので、チャックが壊れるとかいった心配はないかなとは思います。はい、こんな感じで今回買った商品は以上になります。でこれ全部で6095円でした。ちょっとすいません、95円オーバーしてしまったんですけれども、だいたい6000円でアクセサリーもバッグも揃います。アクセサリーとバッグいらないよっていう方は全然5000円以内でできるコーデになりました。はい、では早速着替えていきたいと思います。はい、着てみるとこんな感じです。思ったよりも可愛くできたかなと思います。でポイントなんですけど、スカートの色味と花柄の色味を合わせることで統一感を持たせてみました。本当にシューズも歩きやすいし、このアウターもお尻が隠れるぐらいの長さなので、すごく体型カバーができるかなと思いました。イヤリングもとても大ぶりで可愛いです。はい、こんな感じです。トップスもすごくフリフリしていて、女の子らしいデザインになっています。はい、こんな感じになりました。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、いつもと違う感じの、ちょっと甘い感じのコーデにしてみたんですけど、見合ってるかどうかはちょっと不安ですが、今回こんな感じのコーデになりました。もう本当にどれもどれも可愛くって、しかも本当にこのプチプラなのに、すごくねプチプラに見えないっていうか、値段の割に物も結構しっかりしてると思うし、デザインも変わったものも多くって、とてもおすすめです。今回買った商品全部おすすめなんですけど、特に私が気に入ったのはじゃん、こちらのブーツです。まあ、本当に私足がでかいので、なかなか私の足に合うサイズの靴がないっていうのもそうなんですけど、本当に1599円でこのクオリティはすごいなと思いました。中も結構クッションが入っていて、長時間歩いても全然痛くならない感じだし、とてもいいなと思います。ぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、ちょっとここでグレイルが気になったそこのあなたに同胞です。概要欄に私の紹介コードを貼っておくので、そこから登録すると、普通は新規登録すると300ポイントもらえるところが、私の紹介のポイントプラスされて800ポイントもらえることになります。でこのポイントは1ポイント1円として使えるので、実質800円分のお買い物が無料でできてしまいます。まあ、送料はかかるとは思うんですけど、800円がゲットできちゃいます。このねイヤリングなんかもちろん買えるし、このバッグも買えてしまいます。このスカートも買えちゃいますね、800ポイントで。はい、そんな感じなので、ぜひぜひ皆さん概要欄チェックしてみてください。で今回私が着たこのウェアフックの URL もちょっと貼っておこうかなと思うので、ぜひそちらから見てみてください。というわけで今回は、まあ、約6000円でグレイル全身コーデをしてみました。このバッグとこのイヤリング抜いたら5000円以内でコーディネートができました。少しでも参考になればなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。